ヘイワタップ山本です。私は今カタールドーハ浜戸空港に来ております。先ほどものすごく特殊なフライト、オマーン航空の機材とパイロットで運航されるカタール航空のフライトでベイルートから到着したところになります。これがマスカットからならまだしも、ベイルートから到着し、さらにキャビンクルー、食事、サービスもろもろ全てカタール航空、ただしハード的な部分はオマーン航空というすごい特殊なフライトのファーストクラスで到着したところになります。本日お届けする動画、久しぶりにカタール来ました。昨年のワールドカップぶりに来たんですけども、フライトレビューの動画になります。このチャンネルでは世界70カ国以上訪問経験のある元 ビリーガー、私山本が旅の情報をフライトレビューなどお届けするチャンネルになっております。皆さんぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。本日利用する航空会社、引き続きカタール航空になりまして、行き先エジプトのカイロ行きのフライトになります。前回の動画でかなり面倒な乗り付きの話したの皆さん覚えてますでしょうか。ビザがなんちゃらっていうのはエジプトのビザのことだったんですよ。カタールは日本人ビザなくても問題なく入れるんですけども、エジプトビザが必要なんですよね。ただしアライバルビザ取得可能です。私も過去にエジプトなんかが入国しても動画上げてるんですけども、その時もアライバルビザ25ドル現金のみにはなるんですけども支払って入国いたしました。先ほどのフライトの前にはレバノンのベイルート空港の空港職員の方が、いやお前 E ビザないとエジプト行けないしカタール航空乗せてくんねえよっていうことを言ってたんですよね。ただしいやいやそんなわけないでしょと思っていながら、 E ビザの場合は25ドルかなと思ったんですけども、決済寸前で80ドルっていう表記が出てきたんですよね。いやいや絶対そんなわけないじゃんと思っていろいろと探したら、やっぱりビザはいらなかったと。あの人は勘違いしたのが、アライバルビザ、カナダ国籍の人はもう使えないよと、今一時的にそういうのがあったので、それと勘違いしてたんじゃないかなっていう気はします。なので日本人だろうがカナダ国籍以外の人はアライバルビザ空港で取得できるので、その人行ったことは間違いになります。なので今回はエジプト行くよという話になりまして、今回は前回同様にいいことと悪いことがありました。いいことはファーストクラスで行きます。ちなみにこのファーストクラスも中東間路線、一応エジプトは航空界隈では中東のくくりに位置されることが多いんですけども、カタール航空でも同じくエジプトは中東だという位置づけになっておりまして、中東間のビジネスクラスはありません。基本的にカタール航空エコノミーとファーストの2クラス制になっておりまして、今回はファーストクラスを使っていきます。ただし座席に関してはビジネスクラスになります。サービスはファーストクラスです。なので今回は浜戸空港のファーストクラスラウンジ使うことができます。ただしファーストクラスラウンジは別動画でお届けしたいと思いますし、他にもビジネスクラス専用のラウンジも使うことができます。あとはワンワールのエメラルドの会員向けのラウンジも使うことができますし、ワンワールのサファイア向けのラウンジも使うことができますので、ラウンジ動画に関しては別動画でお届けしたいなと思いますので、皆さん期待して待ってください。実は私ファーストクラスラウンジ使ったことあるんですけども、マジですごい安子、詳しくは別動画でご確認ください。残念なこと、今回もともと予約した便は Q スイートの機材だったんですよ。エアバス350のダッシュ1000、初めて Q スイートに乗れるということでワク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 したんですけども、 2,3 日前に機材変更に遭いました。エアバス350の900ということで、900の中にも Q スイートある機材はあるんですけども、残念ながら Q スイートないエアバス350-900に当たってしまいまして、今回も Q スイートお預けです。過去に何度か Q スイートチャレンジしたんですけども、これで3連敗です。もうなんでこんなついてないんでしょうね。2連敗ならましても3連敗ですからね。もともと Q スイートの便で予約して機材変更、これが過去に2回ありました。そして3度目の正直ならず、今回も機材変更でエアバス350のダッシュ900にやってしまいました。もちろん普通のビジネスクラスでもいいシートではあるんですけども、 Q スイートの方が良かったなと、皆さんもそう思いますよね。いつになったら私は Q スイート体験することができるのでしょうか。とりあえずこの後はもうすでに私カタール入国しておりますので、浜戸空港のカタール航空のファーストクラスのチェックインカウンターなかなかやりおります。なので持っている搭乗券、古い搭乗券なので新しい搭乗券に差し替えてもらって
イミグレ抜けてラウンジでゆったりして今日の便に臨みたいと思います。ただいまの時刻朝の7時15分になりまして、私のフライト夜の8時台なんですよね。なので12時間ほど時間がありますので、今日はカタールのハマド空港、カタール航空ラウンジ堪能できます。サンキュー。さて、アライバルラウンジ後にしました。こんなとこあるなんて知りませんでした。すごく良かったです、アライバルラウンジ。この後は上のファーストクラスのチェックインカウンター行って新しい搭乗券に差し替えてもらいます。チェックインのフロアに着きました。ちょこっと外出てみましょうか。暑いんだろうな。到着した時はものすごく暑かったんだけども、暑いね暑い暑い、ダメダメダメ、湿度も高いし、これは不快だわ。ワールドカップの時はね、カラッとしてすごく良かったんですけども、とりあえずこの後はチェックインカウンター行きます。おびただしい数の便が並んでおります。全部読むの諦めます。一番上はダブリンで、2つ目が羽田空港行きになっております。そして1番から10番までチェックインカウンターがありまして、1,2,3,4,5,6 カタールです。10番はスタッフトラベルって書いてるんですけども、9番がエアアラビア、9番フライドバイ、10番エティハド、8番インディゴになっております。そして私今回はファーストクラスチェックインなので、アルサファファースト1番のカウンターから行きたいと思います。ちなみにワンワールドの上級会員の方は4番からチェックインを行いますので、間違いないように。ファーストクラス、ビジネスクラスのチェックインカウンターの手前でっかい絨毯あるわ。そして見てください、この佇まい。ビジネスクラス乗客もここからチェックインすることができます。ファーストは右、ビジネスクラスは左になります。まずはビジネスクラスのチェックインカウンター覗いてからファーストクラスの方行きたいなと思います。日本航空 ANA のプレミアムチェックインカウンターのレベルを超えてますよね。これ本当に桁違いだわ。まずビジネスクラスのチェックインカウンターがどうなってるかというと、ソファーもあるんですね。ソファーもありますし、並ぶってことは基本ないでしょうね。端っこまで全部ビジネスクラスのチェックインカウンターになっておりますので、ビジネスクラスのチェックインカウンターでここまでやりよるかっていうのが正直な感想です。これはすごい。いかがでしたか、ビジネスクラスのチェックインカウンターであれでしたからね。ファーストはもっとすごいんだろうな。先ほどのビジネスのチェックインカウンターであれがファーストですって言っても全然遜色ないクオリティだったんですけども、果たしてファーストクラスラウンジはどうでしょうか。ちなみにここはプレミアムセールズオフィスということで、チケッティングカウンターがございました。そしてその奥がカウンターなんだけども、お客さんは誰もおりません。ソファーもありますし、座ってチェックインを行うことができます。おそらくビジネスクラスも同じようなレイアウトにはなっているとは思うんですけども、とりあえず新しい搭乗券に差し替えてもらいましょうか。 Good morning. So can you reprint new boarding pass? Sure, sure, sir. Yes. Can I have your passport, please? Sure. How are you doing today? All good? Yeah, good. Cairo. チェックイン完了いたしました。搭乗券も新しいものに差し替えていただきました。カタール航空仕様のファーストクラスとちゃんと書いてる搭乗券、これはすごいよ。よかった。こんな感じです、ファーストクラス。ちなみにここのチェックインカウンター、やはりカタール航空の上級会員プラチナのメンバー使えないみたいですね。単純にファーストクラス乗客しか使えないということだったので、誰もお客さんいないです。もうかれこれここで10分ぐらい経ってるんですけども、誰もいないのよ。しかもカウンターの数めちゃくちゃ多いので、待つということはまあないでしょう。それぐらいすごい場所です。そしてこの後は保安検査、出国審査あります。ビジネスクラス使って出発される方も同じように保安検査、出国審査そのまま直結してるんですけれども、ファーストとビジネスでさらに分かれておりますので、待つことはないだろうね。これで、ここにトイレがあったりだとか、本当に贅沢な作りだわ。初めてここからチェックインするのかな、どっちだっけな、なんか一回使ったことあるようなないような、記憶が定かではございません。もうここ入ってすぐ出国審査並びに保安検査あるみたいですわ。すごく近いね。それでは行ってきます。保安検査、出国審査完了しました。すごいね、ここからもうファーストクラスラウンジ直結。やっぱりここ使ったことないわ。今までここ使わずに、あれファーストクラスラウンジどこどこどこって迷いながら行ったような記憶があります。もう一度言いますが、ここのラウンジに関してはワンワールドエメラルドのステータス持っている方は使えません。例えばカタール航空で日本に帰るワンワールドエメラルド、日本国のダイヤモンドメンバー使うことができません。エスカレーター降りたらすぐラウンジなのかな。あ、それっぽい。もうカタール航空のロゴが今見えてきました。どこに出るんだろうここ。はい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 、ここに来たか。おお、確かね、入り口が何箇所かあると思うんですよね。そのうちの1箇所の入り口に着きました。
ファーストクラスラウンジの様子に関してはまた別動画でお届けいたしますので、そちらでご確認くださいませ。それではラウンジ行ってまいります。カタール国のラウンジ出ました。実は新しくオープンしたラウンジがありまして、そこに行ったんですけども、時間切れゲームセットです。この後は搭乗口に向かいたいと思います。ちなみに今いるエリア初めて来たわ。こんなところあったっけな。もしかしたら新しくオープンしたのかもしれないですし、カタール航空のラウンジに関しては新しいのは3ヶ月前、だいたい7月とか8月ぐらいにオープンしたばかりのラウンジということだったので、もっと早く来ればよかったなとめちゃくちゃ後悔してます。せっかくシャワー浴びたのに暑い。とりあえず搭乗口向かいましょうか。結構早い時間、もう出発まで45分前なのにラストコールだって言われてせかされてるんですよね。どうしてっていうところではあるんですけども、急ぎます。今日は C の2番のゲートです。ちょいと遠いので列車使って移動します。今回この列車使うの初めて、むしろこの列車の存在知ったの初めてでした。ちなみに列車はこのような位置関係で移動してるんですけれども、今 C の2桁番号の搭乗口の近くにいるんですけども、 AB8 と B ゲートを使う方は便利な電車になっております。これ昔からありました。やっぱり浜戸空港異次元の広さだわ。これがターミナル複数分かれてるんだ。またしてもターミナル1つですからね。1つのターミナルにいろんなゲートがあるので、マジでもう超超超超超巨大ショッピングモールのような場所もあったりだとか、もうアンビリバボーな広さです。羽田成田の日じゃないですからね。この広さは異次元。とりあえず C の2番ゲートすぐ後ろにありますので搭乗したいと思います。まだ出発まで30分あるんですけどね、かなりせかされてしまいました。ゲートの前に着きました。搭乗口はめちゃくちゃお客さん並んでますね。それでは行ってまいります。この後保安検査あるみたいです。ちなみに保安検査あったんですけども稼働しなかったです。お願いします。イエス、Thank you. どういうこと ?This way? めちゃくちゃ並んでる。めちゃくちゃ並んどるのよ。最初にすごく並んでると思ってゲート着いたら、あれ全然並んでないと。もうみんな行っちゃうのかなと思ったら、今ここのスペースに皆さん集まってるっていう感じなので、まあ、例えて言うならシンガポールチャンギ空港だとかクアラルンプール空港のような感じで、搭乗直前の保安検査がなかったパターンですね。分かる方には分かっていただけるとは思うんですけども、ボーディングパスをスキャンしてすぐ搭乗というわけではなくて、スキャンして待合所があってそこから搭乗というスタイルだったんですよね。なのでもう続々とお客さん乗り込んでますので、今回も一番最後に乗ろうかなと思います。だいぶ目の前のお客さんを吐きたんですけども、奥で長蛇の列なんですよ。今14分、これ出発確か20時半だったかな、20時半だと思うんですけども、まだまだ時間かかりそう。今スタッフ来て搭乗券スキャンしてもらいました。まだボーディングブリッジのとこ長蛇の列なんですよね。ってことは今日搭乗率高いのかなと思って調べてみたんですけども、まあまあ高い搭乗率かな。エコノミークラスこんな感じの搭乗率なんですけども、バツがブロックで白が空いてるって、紺色が指定済みということなんですけども、ほとんど埋まってますよね。ファーストクラス、アサインしてるんですけれども、隣真ん中2列空いてます。で一番前が全部ブロック入ってて、何箇所かブロック入ってるんですけども、多分このブロック入ってるところの隣は上級会員ところですよね。カタール航空の上級なのかもしれないですし、あとは他の航空会社ワンワールドのサファイアエメラルドの方かもしれないですね。本当にまだ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 すごい時間かかるね。とりあえず今日ファーストクラスよかった。エコノミーだったら多分上の棚全部埋まってそうな気します。今日はまだかかるよねきっと。どれぐらい並んでっかな。あ、まだだね。あと数分ぐらいしたら行こうかな。もうちょい待ってます。待合スペースはこんな感じです。保安検査の機械はあるんですけど使われず、席所みたいなところ、そこで搭乗券スキャンして、もう一回搭乗券スキャンして搭乗という流れになるんですよね。おそらくもう行けんじゃないかな。今出発10分前なんですけど、まだ来てない人がいますので、とりあえず行ってみるだけ行ってみようかな。今肉眼で見る感じはこの先は誰もいないんですけども、ボーディングブリッジで詰まってる可能性もありますからね。行ってまいります。
心配無用でした。誰もいない。Good evening. Nine Alpha. Jackie. Yes. All the way down. Right sure. Yeah. Hi. Nine Alpha. Oh. Yes.本日の座席9の A 窓側になります。本日の機材エアバス350のダッシュ900になります。残念ながら9スイートの座席ではありませんでした。もともとはダッシュ1000で予約したんですけども、機材変更にあってしまいました。いつになったら9スイート乗れるのでしょうか。ウェルカムドリンクオレンジジュースにしました。デイズアラビックコーヒーあるんですけども、そんなに言うほど好きではないのでこれにしておきました。シートベルトサインが消えました。うたた寝しておりました。おはようございます。そしてこの機材、真ん中に頭上の物入れがないのですっきりとしたレイアウトです。ただこの真ん中の部分、なんていうんだろうな、丸くある部分っていうのかな、ダメだ、頭が全然回らないですわ。それでは座席周り紹介します。モニターの下テーブルございまして、こんな感じで動いてきます。足元はこんな感じです。ここ収納になっております。またシートアレンジのボタンがありますので、これは分かりやすいよね。例えばアップライトポジションにするだとか、これも肘置きを上げる、かなりスローリーではありますけど肘置きが出てきたりだとか、あともいろんなモードに変更することができますし、この図で書いてるのが分かりやすいですよね。シートが倒れる、起き上がるだとか、すごく分かりやすくていいと思います。ヘッドホンのジャックがありまして、こちらが靴下になります。中東間の路線、一応エジプト、アフリカにありますけども、中東の扱いにはなりますが、中東間路線に関しては基本的にアメニティの用意はございません。お水あらかじめ置かれておりました。あとはリモコンもありますし、枕もブランケットもちゃんとございます。ヘッドレスト、こんな感じです。クイッと、なんだ
ったり、あとは上下にもスライドします。ここにコンセントと、あとは USB のポートであったり、 iPod のマイク端子というのかな、いろんな端子があって、あとはここ口入れるスペースかな。あと窓がこのタイプ、スターラックスのヤバス350もこのタイプだったんですけども、カタール航空の方がこれ先だったのかな。ちょっとやってみましょうか。電子シェードではないんですけども、こんな感じです。1回押したら下がって、もう1回押したら下がっていくのかな。スターラックス20だったと思うんですけども、カタール航空は20ではなさそうですね。感じです。窓は二重窓になってますので、エアバス380みたい。本日のメニュー、まずはパンです。パンがあって、あとはスープ、アペタイザー2種類です。メッツェかサーモン、メインは4種類あります。ラム、チキン、サーモン、あとはパスタになるのかな、これラビオリ。デザートもプリン、ティラミス、そしてフルーツございます。このフレッシュベリー with オレンジシロップのも美味しそうですね。何にしようかな、もう決まってはいたんですけども、決めるのに少し悩んでしまった自分がおります。次のページはドリンクがございます。今回はこのメニューしか出てないんですよね。なのでいつもであれば赤い冊子のワインメニューがあるんですけども、それとも渡されてないだけかな、後ほど聞いてみたいと思います。前菜が到着しました。サーモン選んだんですけれども、ちょっと機内が暗いので見えにくいんですけども、なかなか鮮やかな色してるんじゃないかなっていう気がするんですよね。ものすごくオレンジな身のサーモンです。いただきます。前菜のサーモンなんですけども、チェリートマトと、あとはキヌアが添えられております。本当に色鮮やかなサーモンに見えるんですよね。伝わるかな、これ伝わらないですよね。ものすごくピンク、ものすごくオレンジ色のサーモンです。カットして食べましょうか。かなり燻製度合いが強いので、これはお酒好きな方たまらないんじゃないかな。サーモンの濃厚な味がギュッと締まってるなっていう感じがします。あとごめんなさい、ちょっと今眠いのかな、コメントにいつものキレがないな、まあ、いつもキレがあるわけじゃないんですけども、ちょっと不発な感じがします。あとはパンあります。3種類のパンが1個にギュンとまとまってる。どのパンも香りが豊かですね。昨日乗ったベイルートからドーハ行きのフライトでもパンがすごくいい匂いだったんですけども、昨日のフライトほどではないんですけども、かなりいい匂いがしますね。パンの味としては昨日よりもこっちの方が美味しいんじゃないかなっていう気がします。それよりもサーモンの燻製具合がものすごいので、これ皆さんに味わってほしいな。スモークサーモン好きな方、本当にたまらなく美味しくて、お酒が進む味なんじゃないかなっていう気がします。メインディッシュ到着しました。本日ラム選択したんですけれども、ちょっとなんか癖が強そうな気するな。道民で普段からラム肉食べ慣れてますけれども、結構癖が強いイメージなんですよね、中東のラムって。果たしてどんな味でしょうか。それではメインディッシュのラムいただきます。お肉もゴロッと入ってるんですよね。1個2個とかじゃなくて、かなり量も多いし、あ、お肉もホロホロ柔らかいですね。ナイフ使わなくてもフォークだけで切れるぐらい柔らかいです。あ、ラムだね。結構ガツンとパンチが来るような癖強めの味ではあるんですけども、お肉自体はものすごく柔らかい。ナイフいらないですね。お腹が空いてる時に食べたかったです。ラム肉好きな方はこの味結構好きなんじゃないかな。
ちょっとラムは癖強いからなっていう方は難しいと思います。日本で食べるラム肉よりかはちょっと癖強めかなっていうところではあるんですけれども、味付けがすごく美味しいです。ビーフシチューのような味付けなので、ビーフシチューのラム版みたいな感じかな。デザート到着しました。機内も完全に消灯している状況です。なので若干暗いんですけども、デザートですけどもグラタンに見えます。私だけでしょうか。デザート、クリーミーバニラビーンライスプリンになります。いただきます。バニラの他に何だろう、これ中東の味がします。まあ、毎度おなじみなんですけども、この中東の味、中東の味言うても、じゃあどんな味よ。中東の味なんですよね。うまく説明ができないな。バニラの香りもします。もちろんバニラの他に何かがいるんですよ。でこの何かが中東の味なんですよね。全然分かりづらい表現で大変申し訳ないんですけども、あとはライスプリンということで、お米の粒感もしっかり残っているようなプリンです。ごちそうさまでした。トイレに来てみました。日本航空のエヴァ350の900にもこういった拡大鏡のような鏡ありますよね。トイレはこんな感じです。洗面台が広いのがやっぱりいいわ。最高。あとはフェイスミストやローションなどございます。こんな感じのトイレでした。ちょうどドアのところなんですけども、まあ、ミニバーみたいな場所があります。特に何かがあるわけではないんですけども、中距離線、長距離線ならこれ何か置かれるんでしょうか。あとはもうデザインがいいよね。カタール航空のロゴもここにございます。ここからは機内プログラム紹介します。リモコンももちろんございます。タッチパネル対応しておりますので、そのままタッチしても全然いいんじゃないかなっていう気はするんですけれども、まずリモコンで言語を選びましょう。言語を日本語に書いてみました。到着まであと36分です。あっという間。地図であったりフライト情報、乗り継ぎ情報、目的地の情報を見ることができます。ただデバイスをペアリングするということで、自分のスマホなどと機内プログラムを一緒にできるって感じなのかな。まあ、なのでおそらく自分の端末で機内プログラムの映画など見れるよと、好きな体制で見れるのでこれ楽ですよね。でエンターテインメント、映画もたくさんあると思いますし、あ、そういえば昨日乗ってきたのがカタール航空の便ではありましたけれども、機材は完全にオマーン航空でちょっと使いづらかったんですけれども、このプログラムはもうサクサク動くし完璧ですね。も種類別に分けることもできますし、こういう風にやっぱり検索して絞れていくと楽ですよね。言語別、もちろん日本語もあるとは思います。ありました。日本語で絞ることができますので、この中で日本語対応している映画こんなにあるんですよね。なので日本路線乗ったとしても全く飽きることないですよね。もちろん日本の映画もありますし、海外の映画もありますし、なかなかやりよりますよね。であとはもうこのレイアウトといいますか、見やすくないですか。結構こういった部分も使い勝手がいいんじゃないかなっていう気がします。もう一度日本語に設定して、こんな感じですね。やっぱ見やすいのがいいですよね。使いやすい、見やすい、最高です。他にも映画の他にテレビ番組、動画もありますので、ドラマや子供、ミスタービーンとかあるのかな。これミスタービーンじゃないですよね。これでミスタービーンがあれば、結構自分ミスタービーン好きだったのでね。いろんな FIFA プラスということでサッカーの動画もあったり、いろんな動画ございます。スポーツもあります。カタール国いろんなサッカーチームのスポンサーになっておりますので、そういったチームの動画も出てくるんじゃないかな。ですね、パリ・サンジェルマンが出てきたりだとか、うわ懐かしい、昔のクロアチアですよ。あ、いいですね、カタールワールドカップの時の動画、ポーランドのレバンドフスキ選手ですね、
でサッカーメッシ、ちなみに僕とメッシ誕生日1週間ぐらいしか違わないです。彼が22か23かな、6月の、自分が6月15というだから出したって話ではあるんですけども、あとは過去の2006年のものだとか、うわ懐かしい、僕この試合現地で見てました。あ違う、2010年か、違う2014年ですね。オランダとスペインの試合が今でも印象的です。あとはクロアチアがね準優勝したんですよ、2018年。こんないろんな勝ち、ありました。皆さん2011年の女子のワールドカップ覚えてますか？そうです、日本が優勝したあの時の大会ですよ。この時のなでしこジャパンマジで強かったですよね。あれからもう12年ぐらい経ったのか。こんな感じでワールドカップの動画がいっぱいありますので、サッカー好きの方たまらないですよね。あと懐かしいな、これこのキャラクターグッズがかなり爆売れしてたんですよね、去年カタールで。もうあれから1年経ったってことを考えたら本当に月日の経過って早いですよね。というわけでいろんな動画見ることができますよという動画コーナーです。あとはオーディオコーナー、最初だと多分 K-POP ですよね。 J-POP の音楽はあるかな、多分こうワールドミュージックからの種別、ここを日本語にして、そうするといっぱい出てきてね、こんな感じで、まあ、ただアーティストも曲名も全てアルファベット表記になってるのってちょっと分かりづらいかもしれないですよね。こんな感じです、日本語の曲いっぱいありますので、これは飽きないね。カタール航空機材もいいですし、プログラムもいいですし、やっぱりいい航空会社ですよね。あとはコーランがあったりだとか、カタール航空についての説明もあったりだとか、いいじゃないですか、こんな感じです。今回カタール航空のラウンジなども使いましたけども、本当に使いやすくて素晴らしいラウンジで良かったです。以上、機内プログラム紹介しました。到着まであと32分です。ここからはシートアレンジいじってフルフラットモードにしてみたいと思います。本当にいろんなボタンがあるんですけども、分かりやすくていいですよね。あとカタール航空ファーストクラス乗ったらこんな感じでチョコレートをいただくことができます。先ほど乗ってきたフライト、ベイルートからドーハのフライトも実はもらっております。徐々に高度が下がりつつあるので早めにやりましょうか。ベッドモードいきます。最高、押しっぱなしでベッドモードになるシート、自分大好きなんですよね。なのでもう押しっぱなしって結構力使うじゃないですか。それがいらないんですよ、ワンタッチでできるので最高。ただもうちょっとでついちゃうんだよな、だからなしたって話なんですけども、昨日今日と、むしろ家出てから全然寝てないんですよね。いつ寝たっけな、今日は10月4日なんですけれども、10月2日に家出まして、朝起きてその日のアブダビ行きの関西空港からのエティハドの処備、1時間から2時間ぐらいは寝てたかな、2、3時間は寝てましたね。2、3時間寝てアブダビ着いて、結局夜通し出入もせずルート考えて、でその後アブダビからベイルート着いて、でベイルートのあ、Thank you、おしぼりいただきました。ベイルートのトランスファーカウンターのところで4時間5時間ぐらい寝たのかな、それと今日の日中に1時間ぐらい寝たって感じ、だからなしたって感じの話ではあるんですけども、眠い疲れたって感じで、ちょっとルート決めに手こずってて、カイロ到着してからのルートまだあんまり決まってないんですよね。早く決めないとな、本当に私頭おかしい人間なので、普通の人が使わないであろうルートを使ったりとか しがちなんですけども、その影響でまだ決まっておりません。とりあえずフルフラットかなり快適、もうシートベルトサインつくまでちょっと休ませてもらいます。多分10分ちょっとで僕の休息時間終わると思うんですけども、お許しくださいませ。10分くつろげると思ったらマジで10秒でした。シート起こします。
Cairo, the local time here is 12:15 a.m. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft is completely stopped and the seatbelt sign is switched off. Please take care while opening the overhead storage compartments and ensure that you have all your personal belongings and travel documents with you as you disembark the aircraft. Remember that smoking is not permitted until you are within a designated smoking area. Thank you for choosing to fly with Qatar Airways and the One World Alliance. It has been our pleasure taking care of you today. Qatar Airways going places together. Ladies and gentlemen, in order to ensure a smooth disembarkation process, we ask that you remain seated until the row ahead of you has vacated. Thank you. Ladies and gentlemen, we would like to take the opportunity to apologize for the late arrival of this aircraft or any inconvenience it may have caused you. We thank you for your understanding. Airline speaking, cabin crew, disarm doors for arrival and cross check. Thank you. Thank you, bye. Thank you, sir. Bye bye.無事にビザゲート$25円安がマジで痛い。ちなみに現金しか使えません。お気をつけください。エジプトカイロ空港を着きました。2年ぶりにやってまいりましたが何も変わらないですね。この空港は今回はカタール航空のフライトを使いましてドーハからファーストクラスでやってまいりました。2クラス制のためファーストクラスという扱いですけども座席はビジネスクラスになります。本来はエアバス350のダッシュ線で予約してたんですけれども残念ながら機材変更がありました。本来はエアバス350のダッシュ1000なんですよ。見えます？数日前にダッシュ900に変わってしまったため自分が乗りたくて乗りたくてうずうずした Q スイート体験することができませんでした。今回のビジネスクラスの座席もおしゃれといえばおしゃれなんですよね。真ん中の部分に物入れがなくて空間もいい感じ使えてるのでおしゃれではあるんですけどもやっぱり Q スイートと比べちゃうと Q スイートの方がいいよねってなります。だから今回 Q スイート使えなかったの2連敗なんだよな。なんで前も Q スイート乗ろうと思って Q スイート予約したら突然で機材変更787に変わるっていうこともあったりだとか特に中東路線で Q スイート乗ろうとしたら機材変更は日常茶飯事ですのでお気をつけください。長距離線であればそんなに変わることはないので Q スイートで乗れる確率は高くなるとは思うんですけれどもなんだかなっていう感じです。ちなみに今回はファーストクラスですけれども日本航空のマイルで発券する場合はビジネスクラス扱いですのでファーストクラスラウンジ使ってみたいんだって方
ぜひ短距離戦でもいいんですよね。例えばドーハからバーレーンだとか、あとはドーハからアブダビだとか、ドーハからドバイだとか、マスカットとかクウェートだとか、サウジアラビアのダンマンだとか、そこら辺も短い距離で発見することできます。必要マイルも抑えられますし、ファーストクラスラウンジ入ることもできますので、もし日本国のマイル持ってる方、試してみてはいかがでしょうか。ファーストクラスラウンジはすごかったので、かなり長時間入り浸ってしまったということだけご報告します。次回の動画でファーストクラスラウンジの様子をお届けいたしますので、ぜひそちらもご覧いただけるとありがたいです。ちなみに荷物は問題なく届きました。ベイルートで荷物預け直し、スタッフに全てお任せしてたんですけども、一応プライオリティタグ扱いなのかな。ただ荷物は10分ぐらい待って出てきました。プライオと書いてはいるんですけども、 ANA の国内線のプライオリティタグよりも目立たないので、これはしょうがないかな。なので今回は同じチケットで関西空港からアブダビ、アブダビベイルート、ベイルートドーハ、ドーハカイロというような形で発見したんですけども、途中ベイルートで搭乗券の差し替え、荷物の預け直しがあったので少し大変な感じではあったんですけれども、疲れましたね。なんだかんだでいくらビジネスクラスやファーストクラスいえども、こんなに移動が続くと本当に疲れて、もう私はもう眠くて何を言っているか分かりません。なのでもうここら辺で強制終了させたいなと思います。とりあえずここで夜を明かしたいと思います。本来はエジプト入国しないで第三国に行こうかなと思ってたんですけども、ルートを考えてはいたんですけども、発見が間に合わずにもうエジプト入国せざるを得ませんでした。ビザは25ドルになりますし、ベイルートのラウンジで間違った情報を吹き込まれたので、あやうく80ドル払うところでした。なんであの人はああいうこと言ったんだろうな。エジプトは今カナダ国籍の人アライバルビザ廃止してるんですよね。なのでその影響でカナダ国籍をもう全員とおそらく勘違いしたんだとは思うんですけれども、いいビザ取れと、それしないとお前のフライト乗せねえぞだとか、荷物下ろすぞとベイルートドーハ間で言われたんですけど、無事に問題なく乗ることもできましたし、でも口がまないな、無事に乗ることもできましたし、今こうやってエジプトに到着したところでございます。とりあえずもう眠くて疲れて何言ってるか自分でも分かんないので、今回の動画はここで終わりたいと思います。もしかしたらエジプトの滞在費なしで次エジプトに滞在はするんですけれども、フライトレビューの動画になるかもしれませんが、その際お許しくださいませ。それでは今回の動画以上になります。皆さんぜひチャンネル登録をして旅行者気分を味わいましょう。その際の力は皆さんの高評価ボタン、いいねボタンです。ツイッター、インスタのフォローもよろしくお願いいたします。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではバイバーイ。